倉庫、そこそこラジオ。パソコンがね壊れまして、なんていう話をちょっとしていこうと思います。どうも関西で喋りてなどをしております倉庫と言います。そこそこラジオ。今回はパソコンのそこがということなんですけど、僕パソコンそんな詳しいわけではなくて、で他の人っていうか。 みんなはパソコンってどんな周期ぐらいで買い替えたりパソコン遍歴とかどういう感じなんかななんて思いましてねというのは僕自分のパソコン遍歴を振り返るともうパソコンなしで生活できなくなってちょうど20年ぐらいだと思うんですけども最初がですねなぜ覚えてるかと言いましたらあの 最初に買ったパソコンが Windows2000 搭載の b i をやったんですけどそれがあの大阪の南にビッグカメラができた時にオープニングセールでなんかレシートで当たりが出たら無料になるかもしれないみたいなのがあったと思うんですよ。それで ったのをめちゃ覚えててで Windows2000 やったっていうのを覚えててでそれがまあやっぱりハードディスクが診断やったかなそれもねあのパソコンの詳しい知り合いの人に見てもらったんですけどダメでその次がその頃よく見ていたアメリカのドラマ「24」「24」の まあ、CTU ってものすごいまあいろんなデータとかをね即時に出して送ってとかで見てたら「出る」のパソコンやったんですよみんななので「お出る」っていうのは性能え,えんかなんて思って単純ですけども「出る」買ったんですけどもでね ちょうどね時は地デジ化の時代でもうアナログでテレビ見れなくなるっていうことであやったら僕もパソコンに地デジアンテナ積んだやつにしようと思ってそれを注文して買ったのになぜか地デジが見れず何をしても見れずででサポートにデルのサポートにも何回もこう問い合わせとかしたんですけど あのサポートセンターが中国の人につながってたんかなでなんかねもう全然コミュニケーションうまく取れずに結局なんか泣き寝入りというか解決できずに終わってでちょっと僕の中であの信頼が薄らいで出るに対してでやっぱり出るも立ち上がらなくなって今回電源 ユニットやったかな、まあ、電源、まあ、僕の使い方が荒いからっていうのはあると思うんですけど電源がいって何度かハードディスクのデータは復元できたんですけどもやっぱ潰れてでその後今から56年前にですね知り合いパソコンを詳しい方に組んでもらったパソコンを 使っててすごいねあの使い勝手良かったんですけどもやはり僕の使い方が荒いからか結構ねなんかあの電源を駆使、あのー、酷使するっていうかねつけっぱなしのこととか多くてでもう完全に今回立ち上がらなくなりましてでその作ってくれた詳しい方に忙しい中見てもらったら 原因がね、電源ユニットかマザーボードどっちかわからんということでわざわざ電源ユニット持ってきてもらって試してもらったら立ち上がらなくてどうやらマザーボード自体がいってしまってもう無理だっていうことでえ人生4代目のパソコンをどうしようかっていうところで悩んでるんですけどそこでねやっぱもうこうまたその。 ちょうどね、20年21年で3代ぐらいなので7年周期ぐらいで買い替えてるような計算になるのかなと思ったんですけどみんなそんなもんですかそんなもんで壊れて買い替えるのかそれともやっぱスペックが古くなって自分的にもっとサクサクいろいろ仕事したいとか使いこなしたいということでまだ 使ええるるけど古くなったかから買い換えてるのか僕はもう完全に壊れて買って壊れて買っての繰り返しなんですけども電化製品ってそういうもんなんでしょうかねうんさあここで悩むのがまずねそのパソコンのタイプですよねノートパソコンにするのかデスクトップにするのかそして OS ですよね Mac 派なのか Windows がいいのかそういうところですよねそこから決めていくっていうところあると思うんですけどもいやこういうねあのパソコン壊れた時とか買う時に頼る詳しい人ってみんないてたりするもんですか結構なんか普段は そこまで頻繁に連絡取り合ってないのにメカ機械に関しては頼るそんな人がいてくれてありがたいなって今回なんかも思ったりしましたけどもうんまあねどうしようかなっていう感じですけど僕はねやっぱ最初に買ったパソコンがデスクトップだったっていうのとで今までもこう壊れて開けてハードディスク 振り返ったりとかやっぱ壊れて開けれるっていう利点がいいっていうのと結構粗く使うのでバッテリーとかの問題もあるやろうしでこれもやっぱは最初に買ったパソコンってやっぱ大きいかな影響がねあのもう慣れてるからやっぱ Windows 買ったしでオフィス必要やしなんていうことで。 Mac でオフィスの代わりをどうしたらいいのかとかちょっとまた一からっていうのが億劫に感じてやっぱずっと使ってた OS に頼るっていうのもあるしうんなかなかこうね新たな一歩踏み出すのもどうしようってこうパソコン選び思っちゃうななんて思いましてね冒険なかなかしにくいなっていうところありますね。 僕的にかもしれませんけどただまああのこの20年の間にやっぱ携帯が進化してくれててあのパソコンが壊れてもまあネットはなんとか見れたりねデータもちょっと見れたりするのもあるしで便利な時代になって本当携帯様まさまやななんて今回特にまた思いましたね。携帯タブレットトでちょっとノートの代わり 敵に使うしでデスクトップがいいっていう人もいるでしょうし、あるいはもうやっぱりいろいろ持ち出すからノートがいいとか、いやこれからいろいろちょっと迷う1週間、いやもう早めに決めなあかんのですけどもね、ちょっと改めてパソコンについてちょっといろいろ考えてみたりした、そんな1日でした。皆さんはどんな風に付き合ってるでしょうか、パソコンとは。そうこうでした。さよなら。 バイバイ。